とは嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうねそれのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた何ですか車像ってちつっとやめてもらっていいですか明<れ><れ>らなかにあったらあなたの感想ですよね何かそういうデータあるんですかあ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題だと思います現在ソフトウェアエンジニアリングが流行りですがハードウェアエンジニアリングの未来はどうなると思いますか 私はハードエンジニアで将来が少しあね超簡単なスクリプト書くくらいならできますが、ソフトウェアに移行すべきでしょうかえっと、超簡単なスクリプトで十分だと思いますよ。ただ、結局その、ハードウェア対ソフトウェアの対決っていうのが、あの、パソコンの時代にあったんですよね。昔その、あの、日本のパソコンって NEC が出してる PC98 っていうシリーズが、 流行って,てで、それ以外の国っていうのは Windows っていうパソコンが流行ってたんですけど、で、その NEC っていうメーカーはパソコンとそこの,の PC98 で動く OS っていうソフトウェア両方作ってたんですよ。で、マイクロソフトはパソコン作るのやめたんですよ。で、他のメーカーっていうのはじゃあ富士通は富士通のパソコンを作って、で、富士通の OS っていうのを載せ、OS2 みたいな載せたりとか、IBM、まあ IBM のパソコンを作って、IBM の、OS2 が IBM か。 っていう感じで、その各メーカーがパソコンと OS を別々で、あの自分たちで作るって言ってたんですよ。富士通は FM タウンズだ。で、マイクロソフトっていう会社が、もうパソコンは世界中のお前らが作れと。で、俺らはソフトだけ作って、めちゃめちゃ便利なソフトを作るから、お前ら、俺のソフトを使えよって言って、世界中のパソコンがほぼ Windows で動くようになった時代があるんですよ。 で、マイクロソフトがあの世界で一番大きな会社みたいになって、まあその後最近あのサーフェスっていうあのタブレットみたいなの作ってますけど、そんな感じでそのハードウェアを作るメーカーがいっぱい出てきた時にソフトウェアメーカーが全てを支配してしまう構造っていうのが結構出てくるんですけど、で、あの iPhone っていうのが Apple っていう会社が作ってる iPhone に iOS っていう Apple の作った OS が載ってるんですよ。 で、今、富士通とか、あの、N、ええー、っと、えぬ、ー、しで、ね、ソニーエリクソンとか、えっ、ー、と、モトローラとか、あの、ヒュンダイじゃねえや、えっ、ー、と、サムスンとか、世界中の携帯電話会社って、ハードウェア作るけど、OS は Google の使った Android を載せてるんですよ。 で、日本の場合って iOS、iPhone 使ってる人が半分ぐらいいるので、結構その iPhone 頑張ってるじゃんっていう風に見えるんですけど、世界のシェアでいくともう Android のシェアが7割とか8割だったりするんですよ。 で、結局その、まあ、Google も一応ピクセルみたいなハードウェア作ってますけど、基本的にはソフトウェアだけ出してて、で、ソフトウェアが、まあ、その Android が動いてて、で、Android のアプリを買うときに Google Play ストアでみんなあのアプリを買ってて、で、そこで買ったお金の3割は Google に行くみたいな感じで、Google ボロ儲けをしているわけですよ。なので、ハードウェアを作るよりも、ハードウェア他人に作らせて、その上で動くソフトウェアを作って、 使ってその上で動くソフトウェアを使わせて上がりを上げた方が儲かるよねっていうのは何度もやってるんですよ現実そのパソコンでもやりスマホでもやりでそろそろ僕自動車もそれになるんじゃないかなと思ってるんですよねあの自動運転のソフトウェアを作ってるメーカーとかもあったりしてでそのまあ 電気自動車ってあの中国が60万円ぐらいでその105キロ走れてクーラーついてますみたいな作ったりみたいなるんですけどそんな感じで自動車自体もハードウェアっていうのももうまあ,まあお金さえあれば工場で誰でも作れるよねってなってそこでじゃあ安全にどうやって走らせるのっていうと安全なソフトウェア自動運転をするソフトウェアっていうのを乗せちゃえば別にハードウェアとしての安全性能そんなに高くなくても大丈夫じゃんみたいなのが ま、時間の問題でいっちゃうんじゃないかなと思うので、ハードウェアにこだわるよりをりれソフトウェアっていうのは、まあ、歴史上何度も起きているので、ソフトウェアに投資した方がいいんじゃないかなと思いますけども。<laughs> えっと、まあ、あの、えっ、ー、と、もともとあの、ヘリコプターのラジコンとか、飛行機のラジコンとか、あの、日本のメーカーが強かったんですよ。競泳とか。で、ところがどっこい、ドローンっていうのが今、まあ、世界中で流行ってて、GGI だったりとか、 で、ドローンってあれソフトウェアで制御するんですよね。なのでそのハードウェア的に安定してないものの回転数をソフトウェアで安定させることで、その安定して飛ばさせることができるっていうのがあって、なのでその割と精度の低いハードウェアを安く作ってソフトウェアでクオリティを担保するっていうのが、まあずっとここ最近続いてることなのでその流れは変わんないんじゃないかなと思うんですけども。 28歳スーパー勤務です。自分が勤めてるところは地元の密着して、近くの小学校や中学校の運動会や文化祭などのイベントごとにスーパーは休業してます。パートの主婦などから好評なのですが、お客さんからたまにクレームが来ます。休業をやめた方がいいんでしょうか？エリアマネージャーはどちらでもいいと思いました。僕休業でいいと思いますよ。あの田舎ですよね。多分、結局そのあの都内の場合って通りすがりの他人がいっぱいいるので、その。<laughs> 日日日日があのの決ままっててははその祝日とその日曜日以外は全部空いてますとかっていう方がいいんですよでもその地元の場合って通りすがりのお客さんとかいないのでそのああの小学校で運動会やってるよねってその地元の人みんな知ってるので別にスーパー休みだとしてもそのスーパー休みって分かってるのでその空いてた方が便利だよねはあるんですけど実際問題本当にトラブルになる人あんまいないと思うんですよね。でその あのスーパーって小学校の運動会の時休むよねっていうのが分かってるっていうのは、それだけ地元に徹してるし、じゃあそこで働いてる人たちも子供の運動会の応援に行けるっていうのがあるので、なのでその、その、外から来る他人っていうのを意識する必要がないのであれば、その地元の人たちにちゃんと沿って営業した方が安全なんじゃないかなと思いますけども。大学1年です。中学社会科の先生になりたいのですが、一旦社会に出てからの方がいいですかはい。 その際警警察官を経てから別にあの社会どんな形で出てもいいと思いますけどあの学校の先生ってその社会を知らない学校の先生が多くてでその社会を知らない人が子供に物を教えると結構ずれたことを言っちゃったりするんですよねなのであんまり僕はその社会を知らない学校の先生がこうなんか大人の手本になるのはどうかなと思ってるんですけどまあ現実そうなってるので社会に出た方がいいんじゃないかなと個人的には思ってます。 えっと、親の預金約7000万円を所属しましたが、資産配分の仕方がわかりません。ハイパーインフレ、預金封鎖のリスクを考えなければならないと思うんですが、頭が悪いのでシンプルな資産配分がいいです。増やせなくてもあれば十分です。どうすればいいでしょうかえっ、ー、と、あの、まあ、やれるかどうかは別にして、ユーロ圏と、あの、US ドルの、そのアメリカとかで銀行を作って、で、そこに定期預金だったり、インデックスファンドぶち込んでください。 あの、結局、日本の銀行に入れちゃうと1000万円以上預金保護されないっていうのと、あと、その、日本の銀行の日本円にしちゃうと、日本円自体が悪くなった時に全部持っていかれてしまうので、なので、あの、7000万あるんだったら外国の口座作った方がいいんじゃないかなと思います。エポニムという名前でポケモン実況やってますが、なかなか登録者が増えません。どうしたらいいでしょうかアドバイスをください。うん、なんかその名前に何の意味があるのかわからないので、 たまたまそのエポニムという名前を見たとしてクリックして登録する気になるかっていうと多分ならないと思うんですよね。なのでそのクリックして登録したくなるような名前に変えた方がいいと思うんですよね。そのなんかポケモン実況最速攻略とか何かその見ると得するような名前に変えた方がいいんじゃないでしょうか。えー、メッシーに年俸55億円払って家政婦として雇おうと思うのですがうまくいくと思いますかえっ、ー、と、雇おう、雇われたい ちょっとなんか日本語が不自由な方な気がするんですけど、もうちょっと詳細書いてもらってもいいでしょうか。えー、アダルト業のもので、その中性動画を FC2 やポルノハブにアップしている悪質販売者を潰すためのアクションは何かありませんかえっ、ー、と、あの、DMCA だっけあの、デジタルミレミアム法に合わせて、その、この著作物は、あの、違法な著作物なので、あの、取り下げてくださいっていう申請はできるんで、で、それを申請すると下げられるんですけど、 いたちごっこにしかならないです。なので、アダルト業者のコンテンツをネット上からなくすのは無理なんじゃないかなと思ってます。はい。えっ、ー、と、緊急事態宣言って延長すると思いますかはい。えっ、ー、とね。 二つストーリーがあって、その、まあ、緊急事態宣言を今したことで、じゃあ感染する人と死者が減るかっていうと、今の数字見てると全然減ってないので、多分1ヶ月ぐらいじゃ減らないと思うんですよね。で、ただ、なので、その普通に考えたら感染してる人多いし、死者も多いから緊急事態宣言延長し,しますよと。で、もう一つのその要素として、 そもそもコロナとかがあるのに GoToEat とか g o t o トラベルとか頭のおかしな政策をやってた総理大臣か未だに総理大臣じゃないですか。で、オリンピック未だにやると言っているわけですよ。あの、オリンピック用のワクチンは一切確保して何も変わらず。ということは、その正常な判断をしないという可能性はそこそこあると思うんですよ。 で、あの、2月の中旬ぐらいから緊急事態宣言終わるってことになってるんですけど、だいたい2月の中旬ぐらいに、あの、中国が春節っていう、あの、旧正月の祭りが始まって、で、世界中に観光客が行ってお金を使うんじゃないかと言われているんですよ。で、去年、あの、日本もそのコロナが割と流行り始めた段階で、 その外国のお客さんを水際で封鎖したらいいんじゃないのっていうのはあったんですよね。で、じゃあ何時に封鎖するのって言えば、その頃武漢でコロナがやってたので、じゃあ中国人入国禁止にした方がよくねっていうのは割と多くの人が言ってたんですよ。ところがどっこい,い、そのなぜかあの中国人入国禁止にはしてなくて、で、なんかその、あの、主席 あの、習近平さんが、なんか日本に国賓として来るから、その国賓として迎え入れようみたいなことを言って、まあ中国人入方やり放題だし、その、あの、中国の偉い人を、なんか、こう、あの、うやうやしく、こうモテあ、持て、持て、持て迎えましょうみたいなことを言っていたりっていうのがあるので、で、その頃のそれを推進してたのが、その二階さんっていう、今自民党の幹事長の人で、まあ割と中国、親中国派の議員さんなんですけど、で、未だに幹事長をやってるので、なので、 えっと、あ、その、医療と日本人の死者を減らすというのを前提にすれば、緊急事態宣言延長するんですけど、その、中国のお金欲しいよね、とか、中国と仲良くしたいよね、っていうところをメインにするのであれば、緊急事態宣言はそこで終わるんじゃないかなと思うので、そこら辺でこう、自民党の支持率がどれぐらい下がるかわかるんじゃないかなと思ってます。 え現在大学3年生で就活中です。私は ADHD で作業などの処理能力や動作能力が低いのですが、どのような仕事、職場が適していると思いますかるくさんの意見をいただきたいです。えっと別にあの、ADHD っていうのをまず忘れといて、単に無能であるという自覚をすればいいと思うんですよね。あの世の中にその無能な人って結構いっぱいいるんですよ。で、無能な人ってその物覚え悪いし、作業でもミスが多いっていうだけで、でもそれでもいろんな仕事についてるんですよね。 なので、その、なんか、無能であるというのを ADHD でやるっていう肩書きをつけることで、なんかその自分が無能ではないっていう誤解を、なんか自分の中に染み込ませようと気がし、という気がしてるんですけど、なので、もう無能ですよと。で、世の中無能な人がいくらでも、あの、働いて別に金稼いで食ってるので、あの、僕の知り合いで死んだ魚をしてるデブで性格の悪いおっさんがいるんですけど、まあ、すげえ無能なんですけど、それでも別に、あの、問題なく40過ぎても暮らしているので、 なのでその ADHD がどうこうの問題ではなく、普通に無能であるという形で無能な人として働けばいいんじゃないかなと思います。プログラマーと比較した場合、Web ディレクターの将来性についてはど,どうお考えですかまあ、給料上がんないですよね。下がり続けると思いますよ。あの、結局 Web ディレクターってその誰でも慣れちゃうのと、あと優秀さの証明が難しいんですよね。 なので、あの、基本的には給料はそんなに上がらないんじゃないかなと思います。現在大学生です。年収の面で、美容外科医か美容皮膚科医、最低年収2000万人魅力を感じ、医学部再受験を考えています。世の中には、外婚、外事員総合商社など、高収入な仕事がたくされますが、安心して金を稼ぐことを目的にした場合、美容外科医、美容皮膚科医が最適解でしょうかうん、そのなんか、 年収2000万がそこまで、なんか、その、高収入なのかどうか僕にはわからないんですけど、その、普通に稼ぎたいんだったら事業をやった方がいいですよ。あの、その、所詮雇われになってお金をもらい続けるのって、逆に言うと、多分、5000万超えることはないと思うんですよね。 まあ、その、よほど凄腕のお医者さんとかでもせいぜい5000万ぐらいで、で、あの、事業やってますみたいなので、中小企業のおっさんとかで調べると年収1億超えてる人とかちょこちょこいるんですよ。なので、あの、本当にお金が目的であれば、雇われっていうので、その、どっかにブロ、あの、天井があるところでやるより、その自分で事業を作るっていう方がいいと思いますよね。その、高須クリニックの高須さんみたいに、まあ、 その美容整形外科医になってその自分のクリニックを立てて院長としてその資本家経営者として設けるっていうのがあればいいかもしれないですけどなんかそのさっきの外資系がどうこうとかって基本なんか雇われてなんとかしようとしてる気がするのでなのでそうするとどっかに天井があるんじゃないかなと思います。 コロナ対応 NS ナースコロナ患者の対応をすると、1日あたり手当3000もらえるという決まりで承諾し、コロナ専門病棟に配属になりました。実際患者さんの対応しているのに病院側が途中契約を変更し、手当がもらえてません。上司に行っても切れてもらえません。労働基準監督署に漏らせばいいのか悩んでいます。えっと、その決まりが、その、なんか、 コピーとか写真とかをちょっと探してみてください。で、あの、今の時点で労働基準監督署に行くと、あの、職場の雰囲気が悪くなるので、働きづらくなります。なので、あの、辞めるときに労働基準監督署に行ってください。要は辞めるときに、ずっと上司にこういうことを言って、こういう規約があって、これが払われるっていうことになっていたように払われません。なので、払わせてくださいっていう、要は揉めるときって、その、 揉めた職場でその後働き続けるのきついじゃないですか。なので、やめた後に、その今までの分をボーナスっていう形でもらうっていう方がいいんじゃないかなと思います。Whose fault? It's our fault or your fault?Whose fault?Okay, okay, c h o o s e w h o s e fault? いや、家の家のつらいですよね。どこ変えるんですか、うん <laughs>